お家で学べる海の教室。威勢のいい競りが行われているのは石川県金沢市にある金沢総合市場です。県内各地で水揚げされた新鮮な魚介類が所狭しと並びます。石川県漁業協同組合の高井岩です。お魚マイスターをやっております。今回金沢総合市場の競り見学ツアーをご案内したいと思います。どうぞよろしくお願いします。金沢港の一角にある総合市場にツアー参加者の家族連れが入っていきます。で、目の前にイカ釣り船が見えます。これらの船がですね、今朝5時頃から順に戻ってきて、ここで荷揚げしております。今日はだいたい90隻程度のイカ釣り船の量があります。まず箱なんですけど、箱の見方で言いますと、今日ここに並んでいるスルメイカはですね、金沢港で取れたスルメイカと門前とか近町で取られて、今あそこにトラックから降ろしておりますけど、で55というのはこれで55個です。55個で今日順番に競り始まるんですけど、一山一山で売っていきます。例えばこれがですね、一箱5000円やったら、5000円やったら全部お買い上げ、魚屋さんは全部お買い上げっていう感じで進んでいきます。なのでこれを競り落とした魚屋さんは55個全部お買い上げということになります。この辺の白いところは全部色変わると思うんです。こんなやつはね、分かるけど色変わるか、ほら色変わるだろ。まだね、まだ生きてるっていうことですね。まだ生きております。例えばこれ3000円で買おうかなと思ったら、まあ3で出しますね。3000円、5000円で買おうと思ったら、まあ5って出します。3000円やろ、4000円、5000円、6000円でどう出すと思う、指で。6だよ。6だよ、これ6000円で分かりやすいけど、片、おー、正解出たね、これやね、これ。あの、裏返ります。そうで今裏返ったね。裏返って6、7、8、9で、また1に戻ればまあ1万円やなって分かるんで、まあ今日は頑張って聞き取れればいいなとは思いますね。セリを見学。今は分かりやすかったです。止まったし、さーっといかんかったし、分からなかったですか。バラ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 で20秒、4646、確かに4600円。競りは一番高い値段をつけた人がその品物を買うことができますが、この間わずか数秒、目にも止まらぬ速さです。クイズ。さっき見たスルメイカ、この心臓はまあ何個あるかっていうことなんです。2個ぐらい。どうですか。0。3個、意味あり、意味あり、3個。0と2個と3個ですね。その他にありますか。はい、じゃあ正解はですね、3個でしたね。3個なんですよ。これには参加者もびっくり。イカは海の中でとても活発に動き、成長スピードも速いため、心臓が3個もあるんです。じゃあお母さん、それ引っ張ってもらえますか。はい、じゃあ入りますね。次はマイナス30度の世界を体験。こちらは魚介類を冷凍保存しておくための巨大な冷蔵庫です。水で濡らしたタオルを振り回すとカッチンコッチンに。お母さん、こんな感じ。こんな感じだった。こんな感じ。実は石川県っていうのはですね、数百種類の魚が取れまして、いろんな美味しい魚があります。近年は魚離れっていうことをよく言われているんですけど、やっぱり皆さんの日常に、まあ、魚、水産物っていうものをやっぱりちょっと意識していただきたいなっていうことで、
いろんな楽しい体験と魚や競りについて学べる金沢総合市場見学ツアーでした。